イヌイトは、カナダ北部などの氷雪地帯に住む、先住民族のエスキモー継承民族の一つで、人種的には、日本人と同じモンゴロイドである。エスキモー最大の民族である。遺伝子的にも日本人と共通の祖先がいると、学者によって発表されている。もともと、エスキモーという呼び名は隣接してカナダなどに、先住していたインディアンの一派、アルゴン金属による呼び名である。語源は、 漢字記を編むものという意味であったが、後に、聖肉を喰らう野蛮人という部別の意を帯びるようになった。このため、カナダに住むエスキモー民族は、エスキモーという呼び名を拒否している。彼らは、イヌクティトゥット語で、人を意味するインクの複数形、すなわち、人々という意味の民族名、イヌイトを自称しており、一般的に、イヌイトと呼ばれる。一方、アラスカから、 ロシア極東最東部のチュク地自治管区にかけては、ユピクとイヌピアトというエスキモー民族の一派が占住していた。彼らのうち、イヌピアトは、比較的、イヌイットに近い文化を持つが、いずれも、イヌイットではないとして、イヌイットと呼ばれることを拒否している。このため、彼らは、エスキモ、ー、または、ユピク、イヌピアトと呼ばれる。また、グリーンランドのイヌイットは、しばしばカラーリットと呼ばれる。 このような事情のため、イヌイットは、カナダに限定して使うこともある。極めて寒冷な地域である、カナダ北海岸の諸州である、ユーコン巡州、北西巡州、ヌナブト巡州、ケベック州、ニューファンドランド州、アメリカ合衆国のアラスカ州、デンマーク領のグリーンランドに住む。特にヌナブトでは、民族自治がなされている。地球上で最も寒冷な地域に、 太古の昔より居住、生活し続けてきた、稀有な民族である。古来からの伝統的な食生活は主に肉食で、地域にもよるが、主にオットセイやセイウチ、クジラ等の海洋哺乳類を捕まえて食べるのが一般的である。また、トナカイを狩ることもある。近年は都市化が進み、スーパーマーケット等で食品を購入して食べると、イヌイット以外の人々と大差のない生活を、 送っている。また、衣服や靴は古くは獣の皮を剥いで作った毛皮製のものだったが、現在は洋服店や靴やネット通販等で購入した市販の洋服や靴が一般的である。イヌクティトット語の分布。ほぼイヌイットの分布と考えて良い。方言で色分けしてある。固有の言語はイヌクティトット語でエスキモアレウト語族に属する。 グリーンランドで話される方言は、グリーンランド語とも呼ばれる。各国の公用語の英語、フランス語、デンマーク語も広まりつつある。イヌクティトット語の表記には、文字は全域で、ラテン文字が使われるが、カナダでは、カナダ先住民文字も併用される。ありがとうございます。